水田除草機は、除草剤に頼らない、水田雑草防除の物理的方法で、動力または人力で稲の上管、株間の除草をする農業機械、農具である。他の防除法としては、布マルチ、再生紙マルチ自家巻栽培と、生物的防除法では、アイガマ農法、ジャンボタニシ、コ恋がある。水田雑草は、田植え後の7から10日で発生するため、初期除草、 中期除草、後期除草の3から5回は必要である。また多数回による中高除草増収効果もある。大規模栽培では高能率な常用型で対応できるが、コスト削減ができる炭水時間巻栽培では、破種の方法を上波でなく、一定間隔の天波にしないと株間の除草に対応できない。他の除草剤に頼らない水田雑草防除では、 公主的防除法として、深み管理、二回白柿、陶器炭水、周期、陶器の後期、田畑林間栽培があるので、雑草の種類に合わせた有効な方法を組み合わせる防除法になる。オーレック常用除草機の実演大沼コシヒカ光、補助多植液の種類によって、4条6条8条用と、上管の区分では、マット内とポット内用の種類がある。 常用型は作業速度が速く、除草効果も2回で約80%で、旋回時の欠火部率も3%以下となっている。作業能率は歩行型の4倍で4乗タイプが約20分、10R、6乗タイプが約14分、10R、8乗タイプで約10分、10A と作業負担を軽減している。2017年4月27日、 直進キープ機能を付けた植木、6月16日、自動運転隊植木が開発されているので、水田除草機でも対応した、実用化が必要である。動力と除草下駄がある。1条、2条、3条と、草刈り機用アタッチメント除草があるが、株間の除草はできないタイプである。水田の上管、株間除草対応タイプもある。高能率水田用除草機を活用した。 水稲有機栽培の手引き農研機構、ありがとうございます。